皆さんこんにちは、今日もですね、アメリカ在住の伊藤寛さんに、世界のお話をしていただこうということであります。我々一番今日本の中でも、伊藤さんのですね分析、とりわけ、世界、まあ、アメリカあるいはヨーロッパそして日本、こういったこうですね、大きな意味での戦略的な視点、こういうものを本当に勉強させてもらってるんですけども、実は今アメリカ自体もトランプ大統領 の、 起訴そして有罪判決、こういうものが起きたりですね、さまざまな混乱が起きてます。そしてウクライナ戦争の行き詰まり、そして欧州議会の、いわゆる彼らの言うところの極右の、躍進と、まあ、そういうような形でグローバリズム反グローバリズム、こういう、左右とは違う枠組みの、捉え方ができてきたんですけども、さらにそれが、グローバルサウスあるいはブリックス、こういった要素、文明論的な意味でも、カオスの時代に入っていると、しかし、まあ、日本の、岸田政権は一生遅れ二生遅れのトップランナーということでバイデン政権の後をずっと追っているということであります。ということで伊藤さん今日もよろしくお願いします。はい、まずちょっとお聞きしたいのは、伊藤さんがいつもお話になっているですね、定列化するアメリカ の、 外交と内政、アメリカのこの混乱というのをどう本当に我々捉えたらいいんだろうかと、でこういったことをまずちょっと在住の、伊藤さんとしてね、今どんなことをお考えになっているか、はい、お話しいただけますか。まず外交政策に関して言えば、はい、バイデン政権は何をやったらいいのか分かんなくなっちゃったと、はい、そういう感じですね。なるほど、そうもうねもうウクライナ問題もパレスチナ問題もこれはもう片付かないと、でイランにもシリアにも手は出せないし、で要するにこの特にパレスチナ問題ではバイデンは民主党の左派、要するに民主党の3割か4割の左の方がとっても怒ってまして、その一方バイデンの選挙資金の過半数はユダヤ人から来てるんですね、はい、でユダヤ人は、アメリカの特に大手の金融業者と金融業者とヘッジファンドのマネージャーと、はいはい、それからシリコンバレーのユダヤ人のファンドマネージャーはこの戦争を続けさせたいんです、で要するにこの戦争をやめさせるんだったら、バイデンにはもう政治資金を出さないと。なるほど、でそれどころか民主党の今年の夏の党大会で、バイデンを引きずり下ろしてもいいと、おお、そこまで、はい、そこまで言ってるわけですね。なるほど、でそれとでその一方民主党の、左の方の2割ぐらいは、もしバイデンがこの選挙、戦争をネタニヤフの戦争を続けさせるんだったら、はい、今年の11月の選挙はボイコットして投票しないと。そうするとバイデンはどっちに転んでも負けるんですよ。要するにどっちに転んでもね、もう勝ち目はないと、でイスラエルユダヤ系の大金持ちに脅かされて、で民主党の左派の2割か3割に脅かされて、でどっちの味方しても別の方は怒り出すわけですからね。そうですよね。でもこれはそれで今ブリンケンがご存知のようにイスラエル政府もハマスも最初は承認したと承諾したという、戦争停戦案ですよね、はい、そうですね。これを言いふらしていますけれども、この停戦案というのは、ホワイトハウスが勝手にでっち上げて、ですでにハマスとイスラエルの承諾を得ていると言って、言いふらして押し通そうとしているだけで、
あの本音レベルではイスラエルもハマスも相手にしてないですから、そうです、ね、だからうまくいくわけがないんです。でみんなうまくいくわけないって知ってるんですよ、うんうん、でそれにもかかわらずそういうお芝居を続けざるを得ないっていうのは、うん、他に何やったらいいか分かんないからですよ。なるほど。いや、だ、うん、でね、あのね、あの中東諸国の政府は、うん、あの本当のことを言うと、うん、ブリンケンはもう来なくていいよと、中東に。そうでしょうね、うん、そうそうそう。でね、アメリカ政府が誰か送るんだったら、うんうん、あのビル・バーンズ CIA 長官を送ってくれと。なるほど、うん、でね、今のバイデン政権で、うん、まともに我々が話ができるのはビル・バーンズだけだと、うん、なるほどね。あとも、あのバイデン政権の閣僚とかあの、うん、外交官はもう誰が来ても真面目に話をするつもりはないと。なるほどね、うん、でもあのバーンズたった一人なんですよ、あの中東諸国と真面目に議論ができるのは、うん、で、あのブリンケンは見栄っ張りですから、うん、そういうのを認めたくないんですね、うん、だからなんかやってるふりしてるんです、うん、ふりしてるだけなんです。ですよね。だけどブリンケンは本音ではネタニヤフの、うん、やりたいことで、ネタニヤフのやりたいことっていうのはエスニッククレンジングです、うん、あの民族粛清、はい、で具体的に 何かっていうと、あのガザにいるパレスチナ人を全員殺してしまうか、うん、はい、もしくはこのままだと殺されるという恐怖感を植え付けて、うんうんうん、エジプトかヨルダンに逃げ出すようにすると、うん、なるほど。いずれにしてもガザからパレスチナ人を一掃したいと、うん、これがあのネタヤフの、たくらみっていうか、うん、あの魂胆ですし、うん、でブリンケンも本音ではそれに賛成してるんですよ、うん、いやおっしゃる通りだと思いますね、それね、だけど、うん、賛成してるって言えないから、はいはい、そこですよ、はい、言えないから訂正案を、うん、実現させようと、うん、自分は苦労してるんだっていう、うん、お芝居をやってるんですね。そうですね、うん、でもお芝居だからうまくいくわけないんですよ、うん、誰も相手にしてないし、うん、そりゃそうだな、うん、いや、あのちょうどね、あの最初このイスラエル戦争が始まった時、私こうあの ネタニヤフっていうのは鉄砲玉でね、もうやるとこ玉でパレスチナ人のはっきり言うと虐殺、あのいわゆる、まあ、ホロコーストっていうぐらいね、こういうことをやらせるので、アメリカの政府は困った困ったって言いながら、あの容認していくだろうってなってるんですけど、 今の伊藤さんの分析だと本当にそのあれが具体的になっちゃってどうしようもなくなっちゃってるんですね、今ね、うん、はい、まあ、それとどうぞ、それともう一つはイスラエル国内でもあの辞める閣僚が出てきたりとかね、あのいろんなことになってるんだけど、このね、あの、まあ、我々が一番注目するのは一体どうするつもりだろうっていうことなんですよ。あの今おっしゃった通りになってるんでね、でも何とかしなきゃいけないっていうのはあるんですけど、結局これずる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 、虐殺というか民族浄化、先ほど言ったこれが終わるまでは止まらないっていう感じなんですかね、これ、うん、ですね、うん、確か先月のイスラエルの世論調査だと思いますけれども、はい、はい、イスラエル国民の 69% がガザにいるパレスチナ人には一切食料を与えるなと、で一切食料を与えなかったらどうなるかっていうと餓死するんですよ。でイスラエルに住んでいるユダヤ人の 69%、 7割はパレスチナ人が殺してしまえばいいと、餓死させればいいと、これがイスラエル国民、イスラエルに住むユダヤ人の7割の考えなんですね。で、それからすると、うん、
あのネタニヤフは、うん、あのイスラエルの多数派の意見をちゃんと実行してるんですよ。いやいや、そうなんですよね。そう、うん、でね、はい、僕がもっと面白かったのは、はい、これも先月のアメリカ の、はい、あの世論調査なんですけれども、うん、アメリカに住んでいるユダヤ人の、うん、なんと9割が、うん、現在のイスラエル政府がやってることを支持すると。ああ、もうほとんどってことですよね。じゃあそう、うん、9割お。そうするとね、バイデンとしてはあのネタニヤフを止めるわけにはいかないんですよ。いや、そうですよね。それともう一つ言うと、まあ、これ後で出るかも分かりませんけど、先走って言うと共和党の方にもね、これ、こういう流れ、まあ、あの強硬派、それから少なくともイスラエルは絶対潰さないようにしなきゃいけないというところだけは結構民主共和も意外と一致したところがあるっていう、だからこうどうしたらいいか分かんなくなってるっていう印象がちょっと私もあったんで、今のだんだん分かってきたんですけども、これ9割ですか、はい、あのですね、うん、実はアメリカのだから、はい、アメリカ の、 あのキリスト教徒っていうのには2種類ありまして、はい、いわゆるイヴァンジェリカルクリスチャンと、はい、いう連中が、これプロテスタントですけれども、はい、聖書振り回して、はい、なんかいつもなんかわわわわ大げさな、はい、単純なことを叫んでる人たちですね、うん、でこのイヴァンジェリカルクリスチャンっていうのは、うん、旧約聖書に、はい、神はイスラエルの民にパレスチナを与えたもうたから、うん、聖書に書いてあることをやってるだけだからそれでいいと、そういう単純なことを言うんですね、うん、で共和党の議員 の、うん、南部出身の共和党議員っていうのは、うんうん、自分の投票者のベースがイヴァンジェリカルクリスチャンであることが多いので、こういう単純なプロテスタントの、うん、いわゆるプロテスタントの原理主義者ですよね、うん、そういう原理主義者の言うことに賛成してみせるんですね、うんうん、ところがアメリカのカトリックは、うん、6割か7割は今 の、うん、イスラエル政府がやってることに反対なんです、うんうんうん、でね、今回 の、 パレスチナ問題で、うん、パレスチナ戦争で僕が一番面白いと思ったのは、うん、プロテスタントとカトリックでは、うん、これほど反応が違うのかと。なるほどね。それでですね、うん、カトリックに関して言うとカトリックっていうのはウクライナ戦争にも反対してるんですよ、うんうん、でイヴァンジェリカルのプロテスタントは、うん、ウクライナ戦争大賛成なんですね。そうなんですよね。そうすると少なくとも僕の視点からするとカトリックの方がよっぽどマシであると、うん、そうですね。でローマ法王も、うん、ウクライナ戦争を2回か3回批判されておられるし、そうですね。で要するにね、僕はやっぱりね、1800年間の歴史のあるカトリック教会の方が、うんうんうん、やっぱりよほどまともな判断力があるなという感じを強めておりまして、で、ね、共和党の議員がイスラエルの味方をするには実は2つ理由がありまして、うん、はい、で1つはもちろんそのイヴァンジェリカルクリスチャンの投票者の票が欲しいと、うんうん、それが1つなんですけれども、うん、もう1つは今までは大抵7割、時には8割ぐらいのユダヤ人の政治資金っていうのは民主党に行くんですよ、うん、そうすると共和党は今がチャンスだと、うん、要するにね、やっぱりね、例えば、アメリカの政治資金の話になりますけれども、うんうんうん、アメリカの政治資金今年は多分ね、うん、3兆円ぐらい政治資金が使われると思うんですけれども、うん、その3兆円の政治資金のうちの、うん、うちで政治資金規正法によってコントロールされてるのは、はい、たった 5% なんですね。
あ、そんなもんなんですか。そうなんです。 5% しか政治資金規正法によっての範囲内に入らないんです、うん、であとの 95% は政治資金規正法が、うん、管理できないお金の流れなんですね。なるほど、うん、で今年は多分それで3兆円ぐらいお金が流れるんですけれども、うん、そのうちの7割は特命資金なんです、うん、というとこれ誰が出したかわからない資金なんです。あ、匿名の人たち、あ、これ全然、じゃあ、あ、そういう制度なんですか。 そうなんです。そうするとだから3兆円ぐらい今年の政治資金が流れるんですけれども、うんうん、誰が出しているのか、うん、名前がはっきりしているのはせいぜい3割で、残りの7割は誰が出したかわからないという資金なんですね、うんうん、なるほど。でこの7割の匿名の政治資金は3分の2が民主党に行くんです。なるほど、うん、でこの7割の匿名の政治資金、2兆数千億円ですよね、の非常に大きな部分をユダヤ人が出してるんです、はい、まあそうでしょうね。そうすると共和党は今までこの、ユダヤの金融業者、それからユダヤのシリコンバレーから民主党に洪水のように流れ込む匿名政治資金の流れを邪魔したくてしょうがないんです。それはそうでしょうね、うん、それで共和党の政治家の連中は飛び上がって喜んで、これが今がチャンスだと、うん、でしかもね、匿名でお金を出すユダヤ人金融業者っていうのは右翼が多いんです、うんうん、あ、なるほど。この戦争を続けろっていう、そういうふうに主張している右翼が多いんですね。なるほどね、うん、そうすると共和党の政治家は今がチャンスだと、うん、要するに民主党とこの、うん、ウォールストリートのユダヤ系の金融業者のものすごく緊密な、うん、協力関係と、うん、を今がもしかしたら半分ぐらいは壊せるかもしれないと。なるほど、そういうあれ、いや、ベースがそこにあるんですね、やっぱりね、あれ、うん、ええ、皆さん今伊藤さんが言ってる、あれはキリスト教のプロテスタントの、我々日本語に訳されて報道されてるのは福音派っていう形でいいわけですね。あ、そうそうそう、はい、福音派とか原理主義者とか、そうです、はい、そうです、そういうことでいいですね、はい、ですちょっとそういう形で理解していただきたいと思いますけど、いや、はい、でもこれ3兆円ですか。それでそのね、5% しかはっきりしてない、それから7割っていうのはそういうね形に民主党に行くとかね言ってたという、これでも相当この、だからイスラエルの戦いとかこの戦争っていうのは、まあそれからユダヤの人は9割以上アメリカのこれ支持してる戦争継続、あるいはまたはジェノサイドっていうかな、こういうパレスチナ人は抹殺してもいいという、これある種の黙認状態というか、黙って殺せとは言わないけども、ネタニヤフがやってることを肯定していくってことですね、これ、うん、ということはなかなか収まらないですね、これ。いや、行くとこまで行かないと、うん、僕はこのウクライナ戦争の失敗にしても、うん、はい、それからパレスチナ戦争、うん、パレスチナ戦争を収拾できない事態にしても、うんうんうん、僕自身は以前から、うん、30年前から、うん、アメリカの外交政策はいずれ、うん、ものすごい大失敗するだろうというふうに思っていたので、うんうん、実は全然驚いてなくて、うん、で例えばほら、なんか自分の宣伝するようで恐縮なんですけれども、はい、2012年に、うん、僕は文藝春秋から自滅するアメリカ帝国という本を出しまして、はい、アメリカの外交政策、うん、軍事政策は絶対に失敗するに決まってると、うんうん、12年前に書いたんですね、うんうん、だからこういうウクライナ戦争でも中東戦争でももう身動きができない状態になったっていうことに関して、うん、
ひそやかな、すごく意地悪な満足感を抱いているんですけれども、いやその通り当たってますからね、これその通りになってるんで、あのね、結局ね、アメリカの外交政策っていうのは、本音レベルでは覇権主義なんですね、ヘゲモンなんです。そうですね、要するに我々だけが地球上の唯一のヘゲモン、覇権国になりたいと、で世界中の国を軍事的にも経済的にも政治的にも支配したいと、でアメリカに対して逆らう国は全部ぶっ潰してやりたいと、その通りですね。これがアメリカ政府の本音なんですね、これがアメリカのディープステートの本音であり、アメリカのネオコンの本音であり、アメリカの金融業者の本音なんです、覇権主義です。そうですね、だけど俺たちは覇権主義だからお前ら言うこと聞けと、そうは言えないわけでしょ、そうですよね。だからアメリカは自由主義と民主主義と基本的人権を世界に広めるための外交をやっていると、そうですね、そういうふうに言うんですよ、はい、でそういう、ね、民主主義のため、それからリベラリズムのため、それからヒューマンライツのためと言って、それで CIA とペンタゴンを使って他の国でレジームチェンジを起こさせて、はいはい、どん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 アメリカの言いなりになる国に作り変えていくと、で今度のウクライナだって、要するにウクライナをね、ウクライナでクーデターやったくせに、我々はウクライナの民主主義のために戦っているんだとかね。そうですね、自由と民主って ね本当に。だからでそういうのを僕見てて、口先では民主主義を広めるため、自由主義を広めるため、基本的人権を世界中に与えるためと言いながら、実際にはどす黒くて、ものすごく傲慢 でしばしばものすごく残酷な覇権主義外交を実行していると、そうすると矛盾してるでしょ。全くそうですね。で僕はこんな矛盾、こんなイカ様はそのうちバレるに決まってると、僕はもうクリントン政権時代からそう思ってたんですね。だから2年前からのウクライナ戦争と、それから昨年からの中東戦争で、アメリカがもうね、解決策がないというと、両方とも解決策がないというところまで追い込まれたのに、ひそやかな、そしてとっても意地悪な満足感を抱いているんですけれども、それと同時にそういうアメリカにしがみついていれば大丈夫だと思っている日本は、これはもうダメだと。いや、もっとダメですよね。そういう感じがします、いや全くおっしゃる通りでね、その通りにもなってきたし、今の日本もそういうことなんですけど、これ伊藤さんね、その、こう予見できたというのは、例えば例えばジョージ・ケナンとか、いろいろこういろんな優秀なこう一種の外交の専門家とか学者とかね、実務家というのは昔はいたにもかかわらず、予見できたのはそれ人材の問題ですか、それともこのアメリカというね、移民というものの問題すごく大きいとは思うんだけども、システムの問題なのかね、このアメリカ合衆国という人口国家、これも理念でやっぱり作られた国なんだけども、その辺予見をできた大きな理由、人材がいなくなったのか、 どうなんですかこれは。もちろん要するにですね、アメリカ1950年代までは、アメリカにはまだルーリングクラスと支配階級というのがあったんですね。そうですね。でその支配階級がいわゆるホワイトアングロサクソンプロテスタント、WASP と、で WASP がアメリカの外交政策と経済政策を運営しているという。そうですね。でこれはだから1950年代までそうだったんですけど、60年代からもう変わってしまいまして、で60年代の中頃に移民政策も変わりまして、で確か1966年だと思いますけれども、移民政策を変える前、以前はアメリカに来る移民の8割は白人で、2割が非白人という状態だったんですけれども、移民政策を変えて数年後には、
その状態が逆転してしまって、うんうんうん、でアメリカに入ってくる移民の8割が非白人、うん、で、たった2割が白人と、はい、でご存知のように最近3年間は、うん、バイデン政権によって国境なんか基本的にないと、うんうん、国境ないんですよ、もう今のアメリカは、うんうん、歩いて国境を越えて入ってきて、私は避難民だと、うん、要するにアメリカに自分の国でひどい目に遭ってるからアメリカに移民したいと言えば、うん、それでもう難民として扱われて、うんうん、追い出せないと、そうなんですよね、いうことになってしまって、うん、でとにかくね、このたった50たった60年で、うん、人口構成がこれほどドラスティックに変わってしまうというのは、これはローマ帝国の末期と同じなんですよ。あ、なるほどね。で、ものすごく危険なんですね。で、言うまでもなく僕の大好きなジョージ・ケナンとかサミュエル・ハンティントは、こんなことやったらひどいことになると。だけどアメリカのポリティカリーコレクト、うん、要するに政治的に正しい立場は、うん、を取る人は、すべての人間は平等であると、うん、すべての人間は平等であり、同じように適応する能力を持ち、うん、で同じような価値判断を共有する能力を持っていると、うんうんうん、だから人種とか民族の関係、うん、によって差別してはいけないし、すべ、うん、ての人を要するにアメリカの建国の理念ですよね、うんうん、でによって教育すれば今までと同じような、つまりホワイトアングロサクソンプロテスタント的な、うん、立派なアメリカ国民が出来上がるであろうと、うんうんうん、でそれが建前なんですね、うん、でその建前にちょっとでも疑問を挟むと、うん、ものすごく非難されるんです。そうですよね。ですから誰もね、要するにワスプの、うん、政治体制と、それから、うん、要するに非白人が多数派の政治体制では違った民主主義になるんではないかと、うんうんうん、これは日本人だったら誰でも感じるんですけれども、うんうん、それは言ってはいけないんです。うん、それを言ってないんです、うん、でみんな心の中でそう思ってても絶対口に出してはいけないんです、うん、だからアメリカにはね、端的に言っちゃうと言論の自由がないんですよ。そうですね。いや、もうはっきりそう、ね、言う通りだと思いますよ。それが実は全くあと10年ですか、自民党のあれは1000万人移民計画っていうのがね、現実的に進んでる、でこれ明らかにもうアメリカの後追いしてるっていうのと、理由はみんな人手不足だって日本は言ってるんだけど、結局今おっしゃってたようなアメリカのあれですよ、ワスプの少数支配というのはそういう、まあ、白人支配の、まあ、多数だったものが移民を入れることによって、まあ、混乱状態になっているって、今日本人というのも、まあ、ある種の日本民族というか、こういう人たちが単一民族的な形で我々の国の中心になったんだけど、これ1000万に2000万ってどんどん入れてきますから、今アメリカと後追いを本当にやってるっていうね感じで、日本の国柄そのものも今変わりつつあるっていう、だからすごい、連動してますねって感じが、ね、聞きながら本当そう思ったんですけどね、うん、最近ちょっとアメリカの最高裁で、はいはい、面白い事件が起きてまして、ええ、でアメリカ人の価値判断は、はい、キリスト教に影響されてるか、うん、いないかと。ほう、でアメリカ人は、アメリカ文明はキリスト教の価値判断を尊重すべきか、うん、それとも無視すべきかという議論が、はい、出てきてまして、はいはい、で最高裁に確か9人、はい、判事がいるんですけれども、はい、そのうちの5人は、うん、キリスト教の国だと、うん、
だからキリスト教の価値観っていうのは、うん、大切に温存した方がいいと、うんうんうん、で、あとのよ残りの4人は要するに残りの4人のその3人は民主党員で、1人が今の最高裁の長官である共和党員なんですけれども、残りの4人はアメリカはリベラリズム、自由主義とプリューラリズム、プリューラリズムっていうのは多元主義とか要するに価値がいっぱいあるんだから、すべての価値判断でどれか一つがいいと言ってはいけないとい う,、はあ、いう考えなんですけれども、残りの4人はそういうプリューラリズム の, 価値判断なんですね、うん、でアメリカ国民全体で見るとやはり4割ぐらいがキリスト教の価値判断を残した方がいいと、うんうんうん、で6割ぐらいはそんなのこと気にしない方がいいと、うん、それでなんでこれが問題になってるかっていうと、うん、一人の最高裁の判事が要するに口を滑らせてしまったわけですね、うん、プライベートなミーティングだと思って、うんうん、アメリカはゴッドリネスっていうのかな、神を敬う心、うん、神を敬う心を、うん、基礎に価値判断を、うん、持つべきだと、そういうふうにアリートっていうんですけれども、うん、アリートっていう判事がそういうふうに口を滑らしてしまって、うんうん、でそれは言っちゃいけないことなんですよ。神を敬う心が大切だとかね、うんうん、それ言っちゃいけないの、ね、すごいそう、それで神をね、ゴトリネスを大切にする国民でありたいとか、そんなこと言うのは何事だっていうんで2日ぐらい前に、2日か3日前にニューヨークタイムズが大騒ぎしてましたけれども。あ、そうなんですか、すごいな。要するにキリスト教の価値判断は重要だとか、うん、神を敬った方がいいとか、うん、そういうことをね、裁判官が言うとは何事だと。信仰の自由ってのはどうなるんだろうなって気がするけど、なるほど、そうなんですね。はあ、すごいな。いや、それが伊藤さん、あれですね、最高裁ね、連邦最高裁のその判事の考え方、その発言がそういう形で問題になっちゃうんですね、今ね、アメリカっていうのは。ええ、まあほとんどでもこれ全体主義国ですね、もう。うん、結局僕は、うん、実は、うん、本当のこと言っちゃいますと、はい、アメリカだけではなく、はい、ヨーロッパも日本も、はい、ほぼ民主主義の末期症状を示してますねと、提示してますねと。全くおっしゃるとおりだと思います、はい。で水島さんご存知だと思うんですけれども、はい、僕は昔から、はい、ソクラテスとかプラトンとか、うん、そうですね、それからトクビルとか、はい、オルテガとか、はい、で4人とも民主主義に対してすごく懐疑的なんですよ、うん、はい、その通りです。で民主主義やってるとそのうち国民の価値判断が、うん、乱れて、うん、何が正しい価値判断なのか分かんなくなってきて、はいはい、それで要するに要するにものすごくくだらない船舶な大騒ぎを繰り返すだけで、はい、で国民の価値判断能力と思考能力がどん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 、うん、落ちていくから、うん、民主主義っていうのは最終的にはものすごく混乱した状態になって、はい、それで結局独裁者が現れるというのが、うん、今までの歴史でしばしば見られた現象でありまして、うん、はい、で2400年前にプラトンもアリストテレスもすでにそのことを指摘してるわけですよね、うん、そうですね。で僕は古典主義っていうか古典派だから、うんうん、ほら見たことかと、やっぱりプラトンとアリストテレスの言ってたことは正しいじゃないのと、はい、で我々やっぱりね、人間の価値判断っていうのはだって民主主義っていうのは結局多数派が勝ちでしょ、うん、だけど世の中の本当に大切な価値判断っていうのは多数派が正しいなんてそんなの嘘なんですよ。全くそうですね、うん、人間の価値判断にはどういう質のクオリティの価値判断をしているのかっていうのが
大切で、その場合ある特定のクオリティを持つ価値判断が別のクオリティを持つ価値判断よりも少数派であっても少数派であったとしても、その、少数派の価値判断が間違っているとか、無視していいということには絶対にならないわけですね。おっしゃる通りですで、ね、要するに価値判断にはやっぱりね、クオリティティブディファレンスと質の違いっていうのがあるんですよ、で民主主義をやってると、そのクオリティティブディファレンス、質の違いがあるということが分からなくなっちゃうんですね。いやいや、おっしゃる通りだと思います、ええ、これね、昔西部進先生とかね、よく議論したところなんですけど、よくねチェスタトンを出してね、墓の下の民主主義っていうかね、いわゆる祖先たちも実は一票持ってるという、そういう判断すべきであって、今言ったように今を生きてる人たちだけがその価値判断の違いをね、多数決で決めていくっていう、こういったやり方っていうのも、これも違うというのと、もう一つ、これご存知かはどうかわかんないですけど、なんとですね、大阪維新の会の吉村知事というのは次の選挙で出す公約が0歳児にも選挙権をっていうことなんですよ、本当に。いや、ある意味で、ね、それはゼロ歳児っていうよりもその親に一票やるっていうね、一見こうなんか民主主義っていうんですけども、今の伊藤さんのこういう今言ったね、価値っていうものをどうやるかっていう、どう見るかっていうことを見れば、こんなものがインチキのものって分かるんですけども、ただね、行くとこまで行くとそういうとこまで行くんだなというね、それとやっぱり小選挙区の問題とか日本の問題含めて、やっぱりおっしゃる通りに今なっちゃってますね。そしてなるんだという、修復政治というか、もっと危ないところに行って、言葉の巧みなその独裁者って、まあ今日本の場合は出てませんけど、まだそれがでも我々から言うと、今アメリカの大統領がどうなるかっていうの方が、やっぱり実際は日本の庶民気づいてる。岸田じゃないんだと、エマニュエルの方が偉いんだ、エマニュエル大使よりももっと偉いと言われてるのがバイデンで、そのバイデンよりも偉いやつがいるんだと、ネオコンがいて、その後ろにさらに今おっしゃった国際金融資本家とかですね、まあウォールストリートとかシティとかこういうものを牛耳ってる人たちが、実はそういう形で世界中にいろんなことをやってるっていうね、やっと、まあ、一部ですけど気がつき始めた。伊藤さんが10年前でしたか、アメリカの、その、はい、崩壊のダメになるよっていうのは、今現実的に世界中でそれが今起こり始めてるっていうね、いうことだと思うんですけど、これはね、これまたちょっと質問あえて、すると、先ほどやっぱり私はユダヤ人 の、 そのいわゆる金融資本やさまざまな生産手段や、例えば一番露骨に今言われているのはブラックロックっていうのが、会長が日本に来て日本の迎賓館を借り切って岸田を呼んで一緒に食事会をやったというようなことで現れているのと、ウクライナ の農作地というか畑が、最初は3割って言ってましたけど、もう6割ぐらいブラックロックによって買い取られてるっていうね、こういうような話聞くと、やっぱりそこのバイデンの後ろにいるネオコンの後ろにいるそういう人たちというものの、この世界戦略っていうか、これね、もう一つは伊藤さんにちょっと聞きたいのは、この混乱ですよね、戦争がなかなか終わらないし、外交状態もこんな低劣な状態になってる。でこれはそういう人たちは逆に戦争があった方がいい、カオスの方が世界はコントロールしやすいとか、その辺はどうお考えですか、これ。ディープステートとか、イスラエルロビーとか、はい、ネオコンに所属してる人たちは、はい、人のことなんか考えてないですよ、特にイスラエルロビーとネオコンは。で、ネオコンはご存知のように、もともと1930年代は、はい、トロツキストですから、うん、でトロツキスト集団が、はい、
1950年代になって民主党のリベラル派に衣替えをして、はいはい、で1980年代になるとウィアレーガナイトとレーガン主義者だと言って、うんうん、共和党に入り込んでって、はい、それでブッシュの息子を使ってイラク戦争をやって、はい、で大失敗して、はい、それでトランプが出てきたらまた民主党に戻っていったと、うんうん、でこのねトロツキスト集団が民主党に入り込んで、はい、それから共和党に入り込ん で、うんはい、で共和党からトランプによって追い出されたらまた民主党に戻ってと、はい、これを見てるだけで、もうどうしようもない無節操な、いやまあそうなんですよ、しかも非常に破壊的な集団なんですね。おっしゃる通りですね。でね、あのねブリンケンにしても、うん、それからあのビクトリア・ヌーランドにしても、はい、それからビクトリア・ヌーランド の旦那の、うん、あとロバート・ケーガンにしても、はい、それからウィリアム・クリストルとか、うん、ああいう連中にしても、うん、ネオコン の、活動家っていうのは、うんうん、自分たちがやった行為によって、はい、他の国の政府が、うん、倒れようが、それから自分たちのやった戦争で、はい、何百万人死のうが、はい、そうファッとそれがどうしたと。いやそうなんですよ、タイプなんですよ、はい、その通りですね、はい、でもうね、うん、彼らには良心の呵責とか、うん、同情心とか、うん、全然ないですよ。全くこれね、日本人の、まあ、視聴者の皆さんもね、伊藤さんの話聞いてると方はお分かりになってると思いますけど、本当にそうなんだってことなんですよ。我々はいやいや人間だからちょっとね胸の痛みとかってこういうようなことがあるだろうなんて考えちゃいけない。今伊藤さん言った通りですよね。これ本当にあのいわゆるトロツキ、もう一つちょっとあのトロツキストっていうのはいわゆるレオン・トロツキーというあの共産主義者の世界革命論者です。これねあの、まあ、一般的に言うとレーニンと一緒に並んだ同じユダヤ系のユダヤ人だっていうことなんですけど、あのスターリンと対立して暗殺されてるって言ってますけども、この世界革命つまりグローバリズムですよ。これあのそれがいろんな衣をまとって今世界中にいろんな形で起こってる。このことちょっとあの知らない方もいると思うんで、我々の世代の時ちょうどあの全共闘というあれの時あった時、代々木の共産党とあの、まあ、いわゆる反代々木という人たちがトロツキストと言われた世界革命論者という、これは露骨に分かってたんですけども、今あの我々昔で言うとエリック・フロムとか、マクルーハンだったかな、ちょっとこういういわゆるそういう新左翼と言われた人たちが今伊藤さんが解説してくれたように、あの民主党に紛れ込んだりあの共和党に入り込んだり、日本の場合もこういうような人たちが、まあ、形を変えて入り込んでる、まあ、いい例があのうちらで言うと令和新選組っていうのは意外とそういう、残党の人たちがあのブレーンをやってるっていうようなことがあると思います。すいません途中止めましたけど、トロツキストってのは意外と知られてない人がいるんでちょっと言わせていただきましたけど、あの今回のウクライナ問題だって、はい、そもそもはトロツキーとレーニンが作り出してるんですよ。そうなんですよ、はい、その通りです。でね、彼らが1917年に革命をやって、はい、でウクライナをあのもちろんあの、はい、支配したわけですけれども、はい、ウクライナの農民っていうのは、うん、あの自分の土地にしがみついて、はい、あの要するに自分の土地を手放したくないというんで、うんはい、ロシアの共産党に対して、はい、ソ連の共産党に対してすごく抵抗したんですね、はい、であのトロツキーとレーニンがソ連の新しい地図を書くときに、うん、ウクライナ共和国を作ったんですけれども、はい、ウクライナの農民が共産主義に、はい、抵抗してるやつが結構多いっていうんで、はい、ウクライナ の、 あの南とあの東の方のウクライナの東部と南部にいる、はい、いわゆるノボロシアと新しいロシアと、はい、言われるところに住んでいるロシア系の農民と、はい、それからロシア系の工場労働者を無理やりウクライナに入れてしまったんですね。あ、うん、
それで要するにロシア系の工場プロレタリアをウクライナに押し込めば、うん、あのウクライナの農民と対立して、うんうん、でウクライナの農民の反共産主義が、うん、あを抑える 役割を果たすだろうと、うん、だからそもそもね、うん、今の東ウクライナと南ウクライナにはロシア語を喋ってロシア正教を信じているロシア系の人が多いでしょ。いや全くその通りですよね。でね、あの連中が無理やりウクライナと一緒にされる理由を作ったのは、うんうん、トロツキーとレーニンなんですよ。まあ、そうですよね、そういう意味では。で、トロツキーもレーニンもユダヤ人だから、うん、ウクライナ人とロシア人がどう思うか、そんなことはどうでもいいわけです。そうなんですよ。で、彼らが1922年か23年にそういう国境線を引いたのが、うんうん、その100年後に爆発して、うんうん、今の戦争になっちゃったわけですよね。そうなんですよね、うん、だから100年前にトロツキーとレーニンがあそこに国境線を引かなかったら今のウクライナ戦争だって起きてないと思うんですね。いや、おっしゃる通りですね。そうなんですよ。だからそして今まあ、担ってるのがゼレンスキーという、まあ、ユダヤ系の人だというね、これ全部つながってますね、100年前からね、うん、はい、なるほど。まあこういうような状態が続いていて、そのアメリカが今そういう中で、まあ、さっき言った分析なんですけど、いわゆる福音派の、問題でいうとね、これどうですか。まあ、一番もう視聴者の方は本当に単純に聞きたいと思うのは、選挙でこれバイデン勝てるわけないはずなんですよ、汚いことさえやらなければと思うんだけども、さあトランプ大統領になってだとしても暗殺の危険もあるし、これ伊藤さん、この11月にある大統領選挙、まあ、今からどうなるというのは言えないと思いますけど、トランプにな、まあ、もしトラとかよく日本で言われてるんだけど、やっぱアメリカはこれで落ち着きを取り戻しますから、それとも混乱がますます進みますかね。アメリカが落ち着きを取り戻すということはもうありえないです。あ、そこ大事ですね、はい、もうありえないです、はい、でバイデンが勝ったら、うん、国民の6割か7割はまたインチキやったんだろうと、うん、で現在です、ね、面白いのは、はい、2020年の選挙が終わった直後は、はい、アメリカ国民の 35% が、うん、今回の選挙はインチキだったと、うんうん、ところがそれから3年半経った現在では、うん、アメリカ国民の 43% が3年前の選挙はインチキだったと。増えてんの。そうそうそう、増えてんの。半分近くまでいってるってことですね、うん、だからバイデン政権のやり方を見てたら、うん、普通のアメリカ国民が、あ、これは汚いと、うん、この連中は汚いと、うん、この連中だったらそういうことやるだろうと、うん、で現在でさ 43% の、うん、アメリカ国民が民主党は選挙で作業をやると、うん、イカサンマをやると思ってますから、うん、これでバイデンが勝ったりしたらもう大変ですよ。それこそ内戦気味になるかも分かんないって言われてますね。そうそう、はい、もう、うん、だけどトランプが勝ったら、うん、僕はディープステートと、うん、それからネオコンと、はい、それから CIA とか FBI とか、はい、ああいう連中は何やるか分かったもんじゃないですからね。あの連中はもう引き下がりません。そうでしょうね。絶対トランプを引きずり下ろそうとします、うん、で殺すのか、それとも別のなんかものすごい大事件をでっち上げて、うんうん、そうなんですよ、引きずり下ろすか。とにかくね、ディープステートとネオコンは絶対に諦めないです、うん、なるほど、まあ、だから、うん、どっちが勝ってもろくなことないです。そうですね。ただそうなるとね、まあ、いわゆる経済軍事もやっぱり衰えたりとはいえ、まあ、世界一の大国じゃないですか、アメリカが。この影響っていうのは、はい、もう全部世界中に及びますよね、これね。特に、G7 というか、はい、ヨーロッパでこれにちょっと少しそういう混乱が絶対続くと、
いうようなことで、アメリカがそういう状態になったとき世界はどうなるかってことなんですけど、この間ちょっと話題を少しヨーロッパに移させてもらうと、欧州議会の選挙で、いわゆる極右派と言われるような、ルペンのフランスとか、ドイツのための選択肢とか、こういうものは大きく躍進したと、過半数取るまで至ってませんけども、こういう現象、反グローバリズム潮流という一応言われてますけど、この辺の欧州選挙の今の結果は伊藤さん今どんなふうに見てます？これ、はい、僕は、ドイツと、フランスで、現職が、大敗北に、追い込まれたことに満足していますけれども、しかし、いわゆる、右派もしくは極右、例えば、どっちでもいいんですけれども、ポピュリストでも何でもいいんですけれども、そっちの方が勝ったから、うまくいくと。そうはいかないだろうと。全くそうですね。要するにね、問題は、問題はすごく根が深くて、でこういうこと言うと、ジェイソン・モーガンみたいだけど、あのね人類の価値判断能力っていうのは最近250年間着々と落ちてきてるんですよ。おっしゃる通りなんです。そこなんですよ、言ってもらいたかったのはね、それが問題なんでね、でね、要するに19世紀になって、ベンサムの功利主義と、で功利主義ってのは何かっていうと、得すりゃいいじゃないのと、得することやりなさいよと。そうですね。でね、これね、功利主義っていうのは2500年前からの人類の道徳規範を、壊しちゃうんですよ、功利主義をやると。そうなんですね。得すりゃいいだろうと、役に立てばいいんだろうと、世の中にはね、得しなくてもやらなきゃいけないこととか、役に立たなくてもやらなきゃいけないことってあるんですよ、それが人間の証明みたいなとこありますからね。そう、それをね、功利主義っていうのは全部損か得かでしょ、そうなんですよ。でこれ恐ろしい考えで、でその後アメリカ人がプラグマティズムだと、で結果を出せ、結果をと、目に見える結果を出せと、で目に見える結果が出ないんだったらそんなことやっても無駄じゃねえかと、こうなっちゃうわけですね。そういうことですね。でね、そうでね、功利主義とか、であとは19世紀からのヒューマニズムと、でこれは一見素晴らしいように思えるんですけれども、人間が一番大切と、で人間の満足、人間の情緒、それから尊重するように生きていこうっていうと、これまたね、結局ね、好きか嫌いかが一番大切でしょとなっちゃうんですよ。そっちの判断ね。でね、自分がね、不愉快に感じることは良くないことだと、で逆に自分の自分が快感をもしくは快適に感じることだったらそれがいいんだと、そうするとね、あっという間にいわゆる、快楽主義と、あとヒューマニズムので、要するにね、人間にはね、本当は嫌だけれども、人間として高い価値規範を持とうとしたら、その高い価値規範を達成するために、本当は嫌だけど、やんなきゃいけない義務とかね、そういうのがあるんですよ。そうですね。で、そういうのはもう2500年前から、お釈迦様とか孔子とか孔子とかソクラテスとかプラストンとかアリストテレスが言ってるんですよ、そういうね、 目先の好きか嫌いか、感じがいいか感じが悪いかとか、それからね、あとね、カントが言ってたんですけれども、同情というのは道徳の規範にならないと、基盤にならないと、私は同情してるんだ、この人に同情してるんだ、あれに同情してるんだと、で同情っていうのは要するにその場の情緒ですから、でだから同情してると困った人たちに、全ての人たちに同情すれば、それで人間がより良い生き方ができるかっていうと、そうではないと。全くそうですね。だから同情心だけを基盤として、これが人道主義だと、人間中心主義だと言って、
あの道徳規範を決めるべきではないと、うん、これ150年前にカントが言ってるんですね。全くその通りで、僕正しいと思うんですけどね、うん、で、あの何を言いたいかっていうと、要するにね、18世紀の後半までは、うん、人類は2500年前から大切にしてきた何が良い価値で、うん、何が良い価値かというのを、うん、2500年前から1750年か、ね、1800年頃までずっと同じように思っ、うん、あの、うん、そのそういう価値判断を受け入れてきたんですけれども、うん、19世紀から功利主義とかプラグマティズムとか、うん、人間中心主義とか、うん、進歩主義とか、うん、博愛主義とか、はい、でその後は あれでしょ実存主義とか、うん、あのポストモダンとか言ってますます価値判断が持てなくなってきて、うん、でね、要するに最近あの200年間もしくは250年間、うん、人類は2500年前から18世紀まで我々が受け継いできた、うん、道徳規範とか価値判断の基準っていうのを、うん、先生って壊してきたんですね。そうですね、いやそういう流れですよ、はい、でね、これがね、だからね、 そういうふうに見ると今のヨーロッパの、うん、あのマクロンですか、うん、それからスナックとか、はい、それからドイツのショルツですか、はい、ああいう人中があの選挙で負けるのはとってもいいことなんですけれども、うん、ああいう連中を要するに既成の保守党、うん、もしくは既成の社会党でもどっちでもいいんですけれども、うんうん、既成の政党を叩きのめして、うん、ポピュリスト政党が政権を、うん、政治権力を握れば、それで良い社会ができると、うん、それで人々の価値判断が向上するというね、うん、そういうことにはならないんです。いや全くこれ本当にその通りで、だからあの右と左がやって左が悪かったから右が勝てばあの良くなるかって言ったら全く違うっていうね、あのだからまあよくこう一般的に我々も分かりやすく言うときは、あの左右の対立じゃないんだと、グローバリズムかナショナリズムまたは反グローバリズムのこういう流れの中で、そういうあの軸がもう右か左かじゃなくて、あの反グローバリズムあるいはグローバリズム否定という、これはというようなことで、まあ分かりやすく言うとそういうのと、おっしゃったように私たちなんか言ってるのはやっぱりその、例えばこれはまあ意見ちょっと違うかも分かんないけど、カントのことで言うとそういうあの疑義を呈する、それともう一つ私なんかこの禅をやるんで、その我を思う家に我あり、本当に我なのかというね、自我とか近代主義自我とかいろんなものも問われてきて、あの伊藤さんが世界を見回して言ってるシステムとか法律とか、あのまあそういう意味では政治制度とか、あの政党やいろんな集団が何かやるということで人類が幸せになれるかって言ったら、この2500年間でずっとそうじゃない、もっと言うとどうですか、その人間中心主義的なヒューマニズムみたいな流れはやっぱりちょっとなんていうんですか、あのいかがわしいもんだってから、かなりや危ないもんだっていうのはやっと分かってきた。ただこれあのだんだん時間なくなってきたんであれなんですけど、一番ね典型はこの間あの名前を挙げて申し訳ないけども、あの国家問題企業問題研究会の桜井よし子さんがね、あの意味軸も2つ言ったんですよ。一つは、ウクライナを負けさせるわけにはいかない、だからもっと戦おう、それからもう一つはもっと戦おうとは言ってないです、ウクライナを負けさせるわけにはいかない、あるいは、トランプを再登場させるわけにはいかない、これが今日本の、まあ、前から伊藤さんもずっと批判してましたけど、その国旗圏や日本会議やあの産経新聞っていうような日本のいわゆる自称の保守の人たちのレベルがこのぐらいでとどまってて、おっしゃるようにあの今の伊藤さんの問題意識までも行ってない、こういうちょっと背筋が寒いどころじゃなくて、なんだこれは、もうちょっとこれ語弊があるかも分かんないけど、あの地方の世界かっていうかね、認知症の世界かっていうぐらいの感じの世界に対する無感覚、あのそしてなんていうんですか、考察のない
ここまでレベルが下がるっていうこういう状態を示してると思うんですよね、うん、だからこのそういう意味で言うともっとこうきちっとあの世界や人間考えるこれ何ですかこれあのやっぱりそれこそディープステートの戦略だったのかあのいわゆる大衆の反逆っていうのは予想されてたんだけどこの現在あるこのエリート本当の意味でのエリートがいないあの政官財さまざまな分野にそういうのがいないっていう状態っていうのはこれはどう思われてます今伊藤さん最初あのですね、うん、あの僕の好きな T.S. エリオットが、はい、私も好きです第二次世界大戦直後に、はい、イギリスの教育改革の批判をする文章を書いてて、はい、で僕はすごく面白いと思ったんですけれども、はい、まずあの T.S. エリオットっていうと皆さん詩人だというふうにお考えになるでしょうけれども、はい、彼はあの大学の学部時代から大学院の 2年目まで哲学専攻だったんですね。で6年間哲学勉強してて、はい、で彼の教師があのバートランド・ラッセルとか、うん、それからあのホワイトヘッドとかそういうケンブリッジから来たあのケンブリッジからハーバードに移ってきた連中があの T.S. エリオットの教官で、うん、でまああの最初は哲学者になる予定だったんですね。ですからあの単なる文学者ではなかったんですけれども、うん、その T.S. エリオットがね、うん、あの第二次世界大戦後のイギリスの教育改革を真正面から批判する、うん、あの評論を書いてまして、うんはい、で恐ろしいことに、うん、イギリスの教育学者とか心理学者は、うん、アメリカの教育制度を真似すればイギリスの教育が良くなると思ってると。あいや、まあ、正反対であると。アメリカの教育は絶対真似しちゃいけないんだと。なるほど。今聞くとね、今日本に当てはめるもそうなっちゃうんだけど、当たり前、普通ね、エリオットで言ってるのは当たり前のことのはずなんだけど。あそう、やっぱりイギリスでもそういうの あったんですね、その当時ね。でね、イギリスはだから12世紀とか13世紀からオックスフォードとかケンブリッジとかいうのがあって、はいはい、で それは両方ともそもそも修道院から発生した、はい、あの大学だったわけですね、はい、そうするとイギリスはだから1000年以上もそういう中世からの、うん教育システムという、はい、あのものすごく大切ないやそうですよ宝物があるのに、はいはい、アメリカの安っぽい教育学者、うんうん、それからアメリカのすごく安っぽい心理学者、はい、でねエリオットは教育学と心理学を完全にバカにしてたんですよ、うん、で教育学とか心理学こんなもん学問じゃないと、うんで教育学者とか心理学者が口を出して、はい、あの教育に口を出すとろくなことがないと、うん、要するにねどん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 ね教育の質を下げる教育改革ばっかりやるんですよ、はいうん、全くそうですね、うん、であの例えばエリオットがあの大学生だった頃は、うん、あのアンダーグラジュエート要するに学部生でも3カ国語で、うん、あの原書で、うん、あの他の国の本が読めると、うん、2カ国語はもう最初からあの入学する前から2カ国語で外国語の本が読めなければいけないっていうのはこれ入学資格なんですね、うんうん、で入学した後もう1つか2つ、うん、あの外国語で読めるようになってだからエリオットが大学生時代はあの3カ国語で外国語の本が読めると、うん、外国語の古典が読めるというのは当たり前のことだったんですね。当たり前ってのはすごいね。だけど教育学者と心理学者は、うんはい、そんなことやって何の役に立つのと。はい、その通りなんですよね。奴らは、はい、もうマスターしたって時間の無駄じゃないのと。そうなんです。全く日本の教育学者も古典を外国語で読んでそれであんた収入増えるのと、はい、いい職があるのといい職につけるんですかと、うん、そういうことなんだよね。で
それでね、もう要するにね、そういうね、全然役に立たないんだけれども、役に立たないように見えるけれども、うん、そうなんです、人間立ち判断力を養うのには、うんうん、ものすごく大切な勉強っていうのがあるんですよ、はい、そうです、おっしゃる通りです。で、ね、これをね、全部ね、教育学者と心理学者はぶっ壊して歩くわけ。そうなんですよ。でね、そういうね、だからね、教っていうものが、だから中世から18世紀19世紀まで続いてきた教育システムっていうのを、うん、第二次世界大戦後どん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 世界中で壊してきたんですね、うんうんうん、そうですね。それで、あの、要するに彼らは要するにね、サイエンスと、うん、サイエンスとエンジニアリングと、うん、で、科学とエンジニアリングだけ勉強すれば、うん、それでお金が稼げる人材になると、うんうんうん、だけど、あのね、たとえ、あの、自然科学と工学、うん、エンジニアリングがお金を稼ぐのには、うん、手っ取り早く、あの、使える人間が、うん、あの、教育できたとしても、うん、人間にとって一番大切な価値判断の基準は何かと、それからさっきの話に元の話に戻りますけれども、うん、世の中には、人生には、人間には質の高い価値判断と質の低い価値判断があると、うんうんうん、それはどうやって見分けたらいいのかと、で、それを教えるのが本来の教育のミッションだったんですよ。うんうん、でそれをね、もうね、最近50年、60年は、うん、とにかく役に立つことを教えりゃいいだろうと、うん、で、それでね、人間のね、ものを考える能力がね、うん、どん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 薄っぺらくなってきて、うん、で、目先の都合で、右に行ったり、左に行ったり、ちょろ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 とね、うん、もっともらしいことを喋ってみせるだけの、はい、ものすごく安っぽいね、はい、シャロッ、あの、浅い考えしか持てない、浅い思考力しか持てない人間ばっかり、うん、世界中がそうなっちゃったんですよ、うん、いや、これはね、今エリートの話ですけど、じゃなくて、もっと言うと、日本で、皆さん日本で当てはめてお気になったと思いますけど、まさにそれの道を爆進してきたって、どん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 バカになっていくっていうか、あの、日本人がですね、あの、前ね、昔サイデンステッカーさんとかいうのは、日本兵の、あの、戦死した日本兵の中から軍人手帳とか取り出して、何を考えてたか、どういうことをやってたかと、まず驚いたのは、文字が全部読めると、一等兵二等兵ほとんど 99% みんな読める、そして家族を持ってる、そして下手馬は別として、俳句とか歌まで作る、あの、こういうような人間がほとんど日本の兵隊はそういうものだったっていうのが驚愕したっていうのが、前どっかで、あの、ステッカーさんが、あの、サイデンステッカーさんがと書いてるのを読んだことあったんですけど、今言ったように、こういう、それはじゃあ誰が教えてきたかっていうと、今言ったそのエリオットの、あの、あれから言うと、江戸の伝統からずっと寺子屋なんだ、読み書きそろばん、そこから考えるっていうね、そういう伝統から、伝統っていうものを結局、伊藤さん、伝統っていうものを全ての国から消そうとしてるって感じですよね、これ。そうなると今エリオットなんか気がついてたんでしょうけど、アメリカのシステムを どういう形でそのイギリスの教育関係者が採用したのか、しようとしたのか、ちょっと本当よく分かんないんで、批判はその通りだと思うんですけど、これがでも今世界中、少なくとも G7 には蔓延してますよね、うん、あのですね、僕の好きな、はい、あの、ロシアのセルゲイ・カラガノフが、はい、あ、カラガノフさんね、はい、先月、はい、ね、アルメイハディーンとかいう、多分中東の新聞か雑誌だと思いますけれども、はい、そのインタビューに答えてる記事がありまして、うんうん、はい、で、それがものすごく面白いんですね、はい、で、それをちょっと紹介したいんですけれども、はい、ぜひ。彼は、ヨーロッパ人のことを、うん、ロシア人としてはヨーロッパ人はもう相手にしたくないと、なるほど、はい、もうヨーロッパ人と口を聞いてもしょうがないと、で、ヨーロッパ人はアホだと、もう今のヨーロッパ人はバカすぎて、うん、我々ロシア人の議論 の、うん、あの、相手となれる人間ではないと、はい、よくわかる。その理由は、彼が言うには、あのね、まずヨーロッパ人は
歴史を知らなくなったと。はい、その通りですね。要するに過去あの ロシアで例えば彼から見るとヨーロッパ人が過去300年のロシアの歴史を知ってたら、うん、こういう戦争はしないはずなんですよ、うん、ところがヨーロッパ人っていうのはもう歴史あの戦争ヒストリーと歴史感覚というものが全くなくなったと、うんはい、でしかも現在のヨーロッパ人はアメリカ帝国の寄生虫に過ぎないと。すごいねやっぱり彼はね、はい、で要するにあの連中は寄生虫だからアメリカにこびへつらって、はい、あのアメリカの人の言うへりくつを猿真似するしか能がないと、うんはい、でその要するに今のヨーロッパ人の知的レベルの低さっていうのは驚くべきものがあると、うんはい、でそういう知的レベルの低いヨーロッパ人が国内政治できちんとした指導力を発揮できないのは当たり前であると。なんか拍手したくなりますけどね本当ね、うん、それでねもっと面白いことを言ったのは、うんはい、ヨーロッパの現在の、うん、あのね現在のヨーロッパの支配階級は、うん、これは彼は英語で、うん、コンパラドールクラスと言ってるんですけど、このコンパラドールクラスっていうのは何かっていうと、うん、他の国に占領されたり、うん、他の国に制圧されると、うん、その自分たちの国を制圧した国に、うん、媚びへつらって自分の利益を確保しようとする要するに、はい日本語で言うと売国保守、はいね、で今のヨーロッパの支配階層は売国保守であると、はい、で要するにで彼らはヨーロッパの国益をアメリカに売り飛ばしていると、はい、極端にも一つ今ありますけど、はい、現在のアメリカがディープステートに支配されているのは当たり前であるけれども、うん実はヨーロッパ諸国も、うん、そのディープステートの配下に、はい、ある組織に動かされていると、はい、だから現在のヨーロッパも結局はアメリカのディープステートの支配下にあると、はい、したがって現在の、ヨーロッパの支配階級は、うん、自分たちの祖国に対する裏切り者階級であると言えるとなんかパコをやりたくなるっていうね本当にそれは皆さん今もちろん伊藤さん意識はされてると思う我が極東の、ね、果ての国も同じだってことですが本当にねいやここまでちゃんときちっと冷徹見てるんですね、これがプーチンの外交政策とかねこういうのもすごく大きく影響してるねただこれ一種のこの政治論でもあるけども文明論でもありますよねこれ、はい、人間論でもありますよねこれ本当にこういうなんで今こうちょっとロシアはこういう状態が生まれてるんだろうっていうね本当にちょっとねでもうはっきり伊藤さんどうですかこれプーチンがどっかの演説かなんかで言ったような気するんだけどもう我々ヨーロッパは戻らないみたいなことは神奈川の方が言ったのかちょっとプーチンが言ったのかちょっとあれだけどそういう言い方してますよね今ロシアの指導者はもうそれで一致してます、はい、我々はもうヨーロッパに戻る必要はないと、ね、でなぜならば神奈川の方が指摘したように今のヨーロッパ人はもう堕落してて、うん、我々が相手にすべき連中ではないとほらだからロシアの将来は我々ロシア人が自分で決めて、うん、自分で切り開いていくしかないんだと、はいはい、ヨーロッパ人に相談したってしょうがないと、うん、そういうふうに言ってるんですね素晴らしい本当にもう悔しくなるけど本当その通りですよね今でも伊藤さんこれは世界中 の、まあ、その気がついたブリックスやあるいはグローバルサウスの中にもそういう流れあるいはインドみたいなものとかねいろんなものあるけどそういうクールな見方をもう例えばインドあたりだったらし始めてんじゃないですかねこれインド人はインド人はロシアに対してすごくもともとね好意的です、はいはい、だからそういう意味で言うと
でもせめてこのぐらいのね、この考え方ぐらい日本の政治家の何人かぐらいでもねしてもらいたいと思いますけどね。やっぱりショルツ、マクロン、これ見てるとこの川上さんが言ってるその通りの状態をねやっぱり目の当たりにしてる。どうしていいかわからない。これアメリカが今イスラエルについて冒頭にお話しいただきましたけど、ヨーロッパも どうしていいかわからない。それとやっぱりまあこれも出ましたけど、移民ってのは多民族共生とかね、きれい事言っても絶対ダメだってことはよくわかりますね。みんなが不幸になる移民というのはそういうもんだっていうのは感じますけどね。これヨーロッパの場合は昔はこの民族移動とかあっち行ったりこっち行ったりってことがあったからやるんですけど、まあなんとかなるのかと思ってたらなんともならないっていうのがドイツとかこういうのでよく分かったってことなんですけど、このカオスというのはということはやっぱりある種の独自でやってるロシアとかそういうものが中心になってきますかね。これやっぱり世界の一つの世界史的な地球的な見方からすると、それとも龍銀にしても、はい、カラガノフにしても、はい、それから我々の好きなソルジェニチンにしても、はいはい、ロシア人っていうのは哲学的な思考能力ってすごいですよ。いやそのね広さと深さはもう、ね、驚嘆するっていうね、本当にすごいんですよ、うん、いやびっくりします本当に、うん、今の世界で、うん、一番哲学的な思考能力が残ってるのは、うんうん、ロシア人なんじゃないかと。いやこれね伊藤さんも むやみちゃんとベースがあれだけあっても言うんで、私もそこそこ本当にね、特に先ほどちょっとねこのこれはドゥーギンの日本仏教の第二段階禅宗の勝利って、つまり中国からの仏教が来て日本に来て鎌倉仏教がいかに、まあ、ある種の質的な大転換を遂げたか、その中でも禅宗の変わり方、これが実はロシアと全部つながって世界観とかつながってこれ解釈できてるっていうね。これはドゥーギンさんですけど、だからやっぱり最後頭のいいやつが勝つんじゃないかって気がして辛いんですけどね。これは伊藤さん どうですか、そのアメリカが混乱はトランプが再登場たとえできたとしてもこういう意味でカオスが続く、ヨーロッパの混乱もその右とか左以前にやっぱりそのね、金川岡さんが指摘したようにヨーロッパ人そのものの知的なレベルやこの道徳レベルとかそういうものを含めて伝統っていうものをほとんど失われ、まあ、長年500年世界を支配してきたそのヨーロッパ世界っていうのがもうそういうそうじゃなくなってきてる、こう見るともうヨーロッパっていうのは回復できないですかね。これどうですか。やっぱりヨーロッパ人が、うん、大きな間違いをしたのは、はい、やっぱり啓蒙思想、はい、啓蒙主義からですね。そうですね。で、なんで間違ったかっていうと、啓蒙思想っていうのは人間は、うん、改革と改良を繰り返せば、うん、どん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 進歩するんだと、進歩していく存在であるというふうに考えたんですね、はいはい、だけどそれ以前の2500年前からそれから18世紀までは、うん、哲学者にしても神学者にしても、うん、人間っていうのは進歩しないんだと、うん、で人間にとって大切な価値判断とか、うん、要するに目指すべき、うん、我々が目指すべきより良い生き方というのは2500年前も現在も全然変わってないんだと、うんうんうん、そうすると自然科学とかエンジニアリングでは人間は確かに技術的なもしくは科学的な進歩というのはあるんですね。だけどいわゆる人文科学とか哲学とか芸術とか宗教に関する限りはこれね、人間はね進歩しないに決まってるんですよ。その通りですね。だからね、進歩しなきゃいけない、進歩しなきゃいけない、何かを変えなきゃいけない、うん、ね、改良しなければいけないと、うん、これね、
エンジニアリングと、うん、サイエンスでは自然科学ではそういうことは言えるかもしれないんですけれども、はい、哲学的宗教的それから芸術的な面では、うんうん、僕は人間というのはそんな進歩なんてねする必要もない存在ではないかと、うん、そういうふうに思うんですね。いや全くそうです。はい。でね、進歩しなきゃいけない、変えなきゃいけないと、これも変えなきゃいけない、あれも変えなきゃいけないと、うんうん、それってねもうね自滅ですね、本当自殺行為ですよ。そうですね。ええ、あのまあ今言ったそのイミジコ、私も全くその通りだと思ってて、あのまあこれは昔で言うと文明と文化、つまり文明というのは発達していくけども文化というものはあの連続してずっと変わらない。だからプラトン、ね、ソクラテスの時代のじゃあギリシャ人のその優秀な人たちのレベルと今の指導層どっちが優れてるって言ったらやっぱり向こうの方が優れてるって、これそういうことが当たり前のことだと思うんだけども、そしてもっと古典がたくさんもう本がもう無数にある素晴らしい人たちのそういう話をあの本があるのに今もうそういうものに接する意欲も気力もなくなってきてるというね、この、 あの文化というもの自体が抹殺されて文明という名のもとに進歩主義的な形で科学と今あの、ね、エンジニアリングってこういうものだけで人間が幸せになれると思ってる浅ましいこう、ね、心の貧しさ、ますます貧困が精神の貧困が進んでるって感じよね。ただだからそういうもう一回だからもうそういう意味で言うと昔の人の言ってることとかいろんなことをもう一回思い出すっていうことは読み直すとか学び直すっていうことが我々具体的にできることっていうとそういうことですかね、これは。うん、こういうことを言うと、うん、水島さんと 僕のなんかじじいの、じじいの国ごとというふうに聞こえるかもしれないんですけれども水島さんも僕も1970年代の日本の知識人を覚えてるわけですよ。はい、ね、そうですね。で1970年代の日本の知識人っていうのは、うん、小林秀夫とか福田恒成とか、はい、田中道太郎とか、はい、それから岡清とかあの川上哲太郎とか、はい、みんなね人間は進歩する必要があるなんて絶対言わない人でしょ。そうです。あの、まあ、有名な ね利口な人は担当反省するがいいと、私はバカだから反省なんかしないって、ね、あのねだからね我々が大学生だった頃にはまだねどっしりと落ち着いてて、でしかも深い教養と深い思考力があると、はい、そういうねものすごくねかっこいいね知識人がいたんですよ。そうです、本当にその通りです。はい、でねそういう人たちが1980年代にみんな引退しちゃったんですよ。そうですね、うん、でそれからあとはもうねカスみたいなやつばっかりでねその通りなんだ本当にでもその通りなんでねしょうがねえなって感じするんだけど、あのでもねそうですよ。あのね今ね ここね何年かな5年2年ぐらいで書いて小林秀夫について書いた人たちが結構すごいいるんですよ。あの私が自分が小林秀夫分かってるって自分で言うつもりはないけれども、あまりにも薄っぺらなね、うん、私は第二の小林秀夫になるみたいな抜け抜け言う書いた文芸評論家なる人間もいたりね、あの本当に今伊藤さんの言った通りでね、だけどまあこれねすごいのがいたなと思うし、今私もそれ素直にねこういうすごい人たちはすごいって認めた方がいいと思うんですよ。時にしろねこういうものをやっぱり、ただ日本の中には今残念ながらいないね、外交の問題で伊藤さんが頑張ってくれてますけども本当にねもっとみんな努力すべきだと思いますね。あの少なくとも学者だジャーナリストだなんだらかんだら言うような人はねもう本当にしぶろぐるでやっても追いつかないぐらいですからね。
まあ、あんまり暗い話になって終えたくないんですけども、はい、ただあのおっしゃるようにあのどう聞こえようと、伊藤さんジジイの繰り言には聞こえませんからあの、はい、これからもどんどんガンガン発言していただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。どうも失礼します。はい。